ストライクウードキング、こんにちは、ミヤボです。カルサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、ショコポイントゼロで今、ショコができるということなんで、ショコリセットがね、もうちょっとで来るのかな。なので、今のうちに回収したいということなんで、まあ僕とかちょっと、終わっちゃってね。はい、今やってるってことはないんですけど、まあ、今急いでやってる方もね、多いとは思うんで、そういう人のために、はい、まあ僕なりにね、こんなキャラショコでいいんじゃないかなっていうのを、まあ、10体ぐらいね選んできましたんで、はい、参考にしていただけたらなと思います。はい、でまあこれ考えてきたんですけど、とりあえずまあ10体選んできたんですけど、まあ選考基準つうかこいつらを選んだ理由、大まかな、はい、まあ貫通基本貫通、ちょ反射もいるんで基本貫通、まあ、使いやすいよね。使いやすい貫通、友情でバーンって当たれるからね。で、まあ絶対ね、友情が強い、これは大事よ。ショコでだいぶ友情で解けるんでね。で、その友情が強いって言っても、まあ阻害ギミックあるじゃないですか、レーザーストップとかね、ホーミング吸収とか、まあそれの影響を受けないやつがいいよねっていう。方がより広くね。そうそうそう。パーティー変えないでいける。そう、いちいちパーティー変えるの本当めんどくさいじゃん。だからそれ考えなくていいから、なんかそれがなければいいかなと思います。でまあ当たって完結するやつ、これも大事かなと思う。ネオとかソロモンとかね、引っ張って最高火力を出すっていうのは、まあ初行回収にはそこまでする必要あるみたいな感じだと思う。まあ過剰すぎちゃうかなっていうイメージで、はい、今回は、まあ、だからソロモンとネオに関しては俺外してます今回。まあ楽なしに当たるだけだし。そうそうそう。まあでも別に何でもいいんでしょ、こって。ネオとソロも入れてやっても全然いいです。ぶっちゃけ何でもいいんで、初歩回収って。そうですね、難易度的にね。そう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 。もう楽しくやってください。何でもいいです。オリジナリティ出しちゃってください、皆さん。頑張って。はい。で、まあ広範囲攻撃力ね。これは当たり前だけど。はい。まあ広範囲攻撃力、まあ絶対取りこぼしかない。なんか全部パーフェクトに抜けられるような友情コンボついてたら評価高いよね、そりゃ。はい。まあってな感じ。あと、ヒット数ね。サソリうざいんですよ、この初歩回収やってるの。出てくんだよね、初歩回収やってると。もう昔のところでサソリ出すなみたいな。まあだからヒット数稼げるやつがいいよね。これはね、評価に入れさせてください。まあてな感じの理由を込みで、なんかキャラなんか10戦とりあえずいきましょう。あ、ちなみにその初歩の優先順位という理由で、今回は究極と極みから多分回収していくのがいいんじゃないかなと思って、そこ基準でキャラ決めてます。超絶までいけるパーティーではないか。パーティー使い超絶も多分ね、いけちゃう。いけちゃうけどね。いけない。最高効率かって言われたらあれだから。はいはいはい。まあ、極み究極をメインとして重きを置いて選んでますよっていうのを前提に話していくんで、よろしくお願いします。おう、まず、お骨を上げさせてください。出た。おお、骨だろ。いや、ショコの返し、俺ほとんどお骨だったから。なんかさ、砲撃型で持ってくイメージあるけど、問題なし。だからね、そう。攻撃型は爆発を決ませるじゃないですか。だから逆のその考えを、逆転の発想、マジバランス型だけで組む編成をやってたものは。爆発とか入れない。爆発なしの、誘発なしの、うん、そうしたらまあ別に半減することもないじゃん。そうですね。だからそれもめちゃくちゃありだと思う。で、まあ、火力的には足りるってことだよね。火力的にはその広範囲攻撃力じゃん、まず友情コンボ、うん、はい。でまあ貫通で阻害ギミックもなくて当たって完結だし、ヒット数も出せるし、最強じゃない。未だに全然おすすめと。え、乙骨はね、普通におすすめです。まあ光属性だからね、なんか光とか水とかなんかそこら辺にもまあ別に適当にも出てきるし、フリ属性がないか。そう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 。まあ普通に今でもおすすめかな、初歩を回るのであれば。はい、ということで、オーデンタミツよ、こいつもねいいんすよ。でこれもなんか乙骨の流れで説明しちゃうので、バランス型ですね。ではまあ貫通っていうあれをクリアしている。でヒット数めっちゃ出るんですよ、これサソリへの対策マジでいい。で広範囲攻撃力ね、ただちょっと演出が遅いかも、もしかしたら。なるほど。スニーパルとかビーンって飛んでっちゃうかも。まあでもそんな気にならないけど、はい。まあ普通に強いで、当たって完結、阻害ギミックなし、普通に優秀です。でこいつに限っては何かの隙間に1枠入れとくと便利っていうキャラかもしれない、もしかしたら。これ4体でも強いんだけどね。
まあ、それこそヒット数出るから、そうそうそう、組み合わせのパーツになるかにもなり得るっていう感じでオーデンタあげました。はい、オーデンタ言われた、俺これ入れた、乙骨オーデンタ乙骨オーデンタから乙骨みたいな感じで組んで、俺は実際ショーのオーブ回収したかな。あ、今の時代のオーソドックス三日月開発開発、これはこの子入れてやってます。いや、これ入れるのオーソドックスよ今。うん、間違いない。ただただツタンも一緒についてきますっていう、どうしてもね、どうしてもドキライム生かしたいんでね。まあちょっとこういった特集三日月ツタンセットみたいになっちゃってるけど、はい、普通にホーミングで自己完結もしてるんでいいかなと思います。なので、まあ、貫通で、まあ、友情強い、まあ、広範囲攻撃力、はい、で当たって完結。ただ阻害ギミックでホーミング吸収がある、そこをちょっとカバーしてあげた方がいいかなって感じ。カバーしてあげた方がいいと思います。どこにでもこいつでいくっていうところはね、うん、あと火だとちょっと、まあ、別に足りるとは思うけどちょっと嫌だから、なるほどっていう感じ。まあでもそこまで気にならないかな。で、まあ、ヒット数ホーミング8なんでちょっと足りないかなっていうイメージ俺は。なので、まあ、さっき言った道を行ったりさせてあげるとかしてあげたらより完璧かもしれないです。はい、でもめっちゃ強いね、これでやってる人が一番多いんじゃないかなっていうレベル。はい、砲撃型ですし、おすすめですね。じゃあ超おすすめ、三日月はいいキャラだわ。アルティメットマドカー、今をときめく少女ショコでも大活躍、ショコでも強いよこいつ。はい、まあ貫通で友情が広範囲攻撃力で、阻害ギミック、まあ、ほぼなし、なしだね、なしで当たって完結、偉すぎです。まあ、ただヒット数がちょっと稼げないから簡単に積むとなんかめんどくないかもね、ステージによっちゃたまーにめんどくない、まあ、大概大丈夫、誘いとか出てきたパターンね。そうそう、まあ、でも大概大丈夫そうですね。まあアルティメットマードかね、めっちゃいいキャラだと思います。ボーパルソードアルファー、おお、攻撃貫通、貫通なんですよ、貫通で友情コンボが強くて広範囲攻撃力、まあで主にその広範囲ってところかなこいつは。はい、まあ、超強長短取りこぼしなくて偉すぎ問題出てます。難易度的には全部解けるもんね、大概解ける、うん、はい、で阻害ギミックはな、実質なし、あと当たって完結だからちょっとこいつはっていう感じなんでね、そのチャージショットの部分で、あと演出が長くなっちゃう。だけど超強長弾がちょっと強力すぎるかなっていう砲撃のっていう感じで、ボーバルソードアルファはおすすめ。アナスタシア、こいつは楽すぎる。まず貫通でしょ、まあ、爆発持ってて自己完結、まあ、広範囲攻撃力のところは、まあ、全敵ロックオンレーザーがさ必中なのがやっぱ偉いよねこれ。めっちゃ速いしね。そうそうそう、速い、そしてそうそう、だけど阻害ギミックで一応レーザーバリアがめんどくなるかもみたいな感じ。他のギャラでね、なんかそこは組み合わせでなんとかしてあげたいってところ。まあだけどもうこのスピード感と使いやすさはもう下手するとナンバーワンまであるかもね、使いやすさは。まあそうね、うん、ただ阻害ギミックが気になる、レーザーバリア結構あるから。はい、だけどなんかね、組み合わせでなんとかしてあげたらめちゃくちゃいいキャラだと思います。あとヒット数も出してないかな。まあそうですね、うん、はい、まあでもそれぐらい、まあ、それぐらいが大事なところなんだけどまあかなり使いやすくてアナスタシアいいかなと思います。普通に風神雷神、まあシンプルに使いやすいです。まあ貫通で、まあ、優勝強い、広範囲攻撃力じゃないですか、まあ、ただちょっと必中じゃない、まあ、ほぼ必中みたいなもんだけど必中じゃない、はい、で当たって完結は偉いよね、はい、で阻害ギミックもない、あとはヒット数があと稼ぎづらいかな、サソリに一発で倒せるようなすごい出る方ではないね。そう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 、はい、で演出じゃない、演出がねちょっと遅いかなっていう感じ。だけどまあこいつ大概強いでしょ、はい、てか強いっす、はい、なんで風神雷神も上げさせていただきました。いいよね風神雷神、ジャック・ザ・リッパー、ここに来て反射キャラ強いですこいつ。ジャックなら反射でも入れていいと、ジャックなら反射で俺は入れていいかなって、いや全然いいなと思った。まあ、最悪速殺つけて貫通になれるし一回、うん、はい、まあその貫通じゃないですけどヒット数も出せるんですよねこれ、ヨーヨーで。で友情がまあ広範囲攻撃力、例えばこれ必中じゃないっていうか大概大丈夫、まあ組み合わせになってくるかな、なんだろう
パワードライブとか組み合わせたらマジで強いね、その他のパーティー編成でね。はい、で当たって完結してる、まあ爆発に当たる場合が多いかな、これに関しては。爆発以外で友情コンボかけるに出してあげる方がいいと思うんで、はい、まあ、反射だけどジャック・ザ・リッパーはかなり優秀かなと思います。はい、こっからはちょっと特殊な感じ。まあ1体編成するならばこいつめっちゃいいってキャラね。ひまわり、ひまわりなんかどっからでもワンパンする、調教シャイニングピラー。まあ運はあるけどね、運はあるけど、運はあるけど、ワンパンできるチャンスが、ま、何回でもあるっていうのがいいなっていう感じ。あと使ってて面白い。で裏についてる友情コンボ全敵メテオなんでね、クソ偉い。まあでもこいつは本当1枠だけど、俺がやるんだったら何枠も入れるタイプじゃないってことね。何枠も入れて楽しむっていうのもあるけどね。だから反射が増えちゃうとだるいじゃんね。まあどうしようね。そうだから1枠になるかなと思うけど、これひまわりは初歩回収めちゃくちゃボスワンパン枠っていう意味かな、かなりおすすめではありますね。はい、特殊枠2体目、おにゃんこぽんアルファ。おにゃんこぽんアルファも SS でのボスワンパンかな、そこが一番入れてく意味にはなってくるとは思います。まあプラスね、友情普通に強いですけどね、うん、阻害ギミックない広範囲攻撃力友情、なんかどこにでも連れていけそうだよねっていう。ただただこのワンパンのところでなんか極みとかなんかそういうところになっちゃうと、なんか逆になんか殴りだけでなんか割合じゃない、あの固定ダメージ入れる前に飛んじゃったり、若干ステージによっては使いづらかったりするのかな。まあ、あらゆる極み究極で使えるわけじゃないってこと、まあ、やっぱ全部できるってことじゃない。そう、まあでも楽なところの方が多いだろうね。あとヒット数が出せないんでね、他との組み合わせになってくるんですけど、まあ、でもおにゃんこぽんアルファも強いよね。この1枠入れるんだったらおにゃんこぽんアルファも選択肢としてはありだと思います。はい、というわけで10体上げてきましたけども、まあ、でも大概この辺のキャラで俺はみんな回収してるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですか、俺はこんなんで回ってるよってやったら教えてほしいんですけど。まあね、さっき言ってたあの要素を全部持ってるわけじゃないからね。そう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 、組み合わせとかでね、いろいろ考えて、こいつら別に艦隊でいけっていうわけじゃないからね、うんうん、今挙げた10体を組み合わせとかね、うん、もちろんね、挙げてないネオとかソロモン使ってもいいと思うし、そう全然、まあ、ぶっちゃけ、まあ、ショコ何でもいいんで、うん、はい、そこは前提として、まあ、聞いてくれてるな。あとなんか惜しかったらアリスとかね。ああいいね、ね、めちゃくちゃいいなと思ったのもあるし、なんか別に小町とかでもいいし、なんかパンデモでなんかワンパン狙ってもいいし、なんかいろいろいけるのはあるんで、なんだろう、普段使ってない楽しいキャラをね、なんか1枠入れながら楽しくショコやるのがまあ一番ベストなのかなっていう感じ。ただただアップデートまでちょっと時間がないんでね。よりなんていうか、今回あげたのはなんだろう、編成変えなくてもいける感じのやつよね。そう、編成変えなくてもまあこう靴らはまあ大概強いだろうなってキャラを挙げてただけなんで、少し参考にしていただけたらいいなっていうぐらいで、うんうん、はい、まあ本人に合ったやつで ね、 そうですね、そこは回収していただけたらなと思います。まあなんか今ちょうど初行のポイントがゼロでできるんでね、皆さん頑張って回収してみてくださいってことで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。